アイセルでやった時と同じような感じで、アイセル、なんだ、速読の前に、ただいま、参加してくださる方、もうね、多分な流れてると思う。あ、もう流れてる。そう、流れてる。いろいろ条件がありますので、お問い合わせください。CM バナースポンサー様の目線はどこ？あ、カメラ。あのニコニコマーク。あ、はいはい、はい。こっちのマーク、カメラ。松原美里様。よろしくお願いします。シンガーソングライターの平良してます。身につけるだけで体感アップのテラスパワー様。促進堂とアロマの融合サロンリリース様。ペットの複合施設 DC キャッシュ様。髪エステサロンサロンドピュール様。バリバリバーガーのブラジルフレッシュ様。うちのパブ、ね、マブハイ様。いつもありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで焼津テレビは運営できております。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。杉山先生のつながるライフワーク TV のお時間がやってまいりました。私は、元中学校の音楽の教員の杉山です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。今日のゲストは、宇津木聡さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんかでも緊張しまくってるんで。緊張してますか。はい、緊張してます。まあ早速始めていきますね。宇津木さんね、あの、はい、Facebook ライブとかいろいろやってるので、まだあれなんですね。緊張しますか。こう、やっぱねギャラリーがいると。ギャラリーがいるっていうより、はい、やっぱ慣れないですね。ああなるほど。43日ぐらいやりましたけど。はい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 、はい、やっぱりね、あのやる前って。その時あの43日目でもねドキドキしてます。でもね、あのやっちゃうともう勢いでいっちゃうっていうかね。はいはいはい、はい、こんな感じなんで。はい、というあのまた後でその Facebook ライブの話と聞かせていただきたいんですけど、はい、早速宇津木さんのライフワークをこちらに。そうですよね。はい、ねちょっとね今考えてたんですけれども。はい。ちょっとねあんま字はうまくないんですけど。なるほど。はい、はい、ありがとうございます。お見せください。自分も人もこちらのカメラの方こっちか。ちょっと、はい、自分も人も満たされる人生ということで、そうですね、はい、これどういう意味がっていうかね、まあ、自分が今コンサルとして、はい、まあ、頑張ってるっていうか立ち上げてる最中なんですけど、はい、やっぱりね、こう50過ぎまでサラリーマンやってて、はい、でもうなんでそれ続けたかって社員でなくなるっていうのがすごい怖くて、はい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 、ただもうそれを先延ばししてて、はい、結局こうもう先延ばしできなくなっちゃって、うんうんうん、でもう会社をドロップアウトして、うん、でそこからもうゼロから本当に始めてってね、うん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 、でその時にあの動いてって気がついたのが、はい、こうなんてつまんないものにこだわってたのかなっていうことなんですよ、うんうんうん、はい、でやっとこう3年4年ぐらい経ってか、はい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 、やっぱ自分がこれをやっていくんだっていう、まあ、今のコンサルをやっていこうってことにたどり着いて、うーん、その時にねすごい一本筋が通ったんですね。うーん、今までやらなきゃいけないことをやってたところから、うん、自分がやりたいことを見つけて、はい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 、そうすると自分のそうなんだろう方向性っていうか、もう欲なんでね、それが、うん、やりたいことが見つかった時に、うん、でそこに対して何とかしようってい う,、うん、こう逆転の発想、逆転っていうか、うん、あのそれを実現するためにどうしていったらいいかっていうことで動き出してすごい楽になったんです。うーん、やっぱそれをやっぱ人にも同じようにやっぱあの会社の組織の中でもう生きていかなきゃいけないってい う, う, もうこれしかないんだって思ってる人たちに、うん、やっぱその思いを伝えていって、うん、やっぱその人の人生を変えていって、まあ、結局ね自分のやりたいことを見つかってそれで進んでいくと楽しいことじゃないですか、うん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 、その楽しいことをやっていくってすごい、うん、あの満たされるんですよね、うんうんうん、
うん、でやっぱりそれを伝えることで自分も満たされるし、うん、で伝えた人も満たされる人生を、はい、あの歩んでいただきたい。なるほど、わかりました。じゃちょっとあの詳しく聞いていきたいんですけど、はいはいはい、杉さんもともとそのサラリーマンなさってたんですよね、うん、それでどんなあの、まあ、あの詳しくはあれですけど、まあ、どんな感じだったんですか、ね、サラリーマン時代。サラリーマン時代って、はい、あのまあ、あの社員食堂 の, あの外注じゃないですか、はい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 、で前その外注先に人を派遣する会社にいたんですけれども、うんうんうんはい、結局ねあの面白い話があって、うん、あの給食会議とかあるんですね、うん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 、そうすると、まあ、あの材料をもっと、うん、あのボリュームを上げろとか、うん、で魚、まあ、そうですよね、ボリュームを上げてくれ、ボリュームを上げてくれと、うんはい、で結構魚って原価高いんですけれど、健康志向だと魚を入れてくれと、はい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 、でそれと合わせて値段も下げてくれと、うん、話があるんですけど、はい、これって結局同じような業者がいっぱいあるんで、うん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 、もう価格競争になっちゃってるんですよね、うんまあ、当時あのまだ景気もあんまり良くなかった時だったんで、うんうん、あの企業としても福利厚生にお金がかけられないという事情があったんですけれども、結局値段を叩き合いでやってる仕事なんですね、給食関係っていうと。なるほど。そうしたら結局その給食会社がこうまあ利益を削るか人件費とかを削るかして、うん、あのもう原材料値段下げてる、原材料費はもう、ね、限界ありますもんね、限界あるんで、うん、そうすると人件費削っていくしかないんですよ、うん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 、やっていく上に、うん、そうするとあの、まあ、要するに目先の利く人たちを見切りつけて辞めていっちゃう、そうすると辞められない人たちだけでなんとか回していくっていう形なんで、もう本当にね、もう本当24時間体制、うん、朝朝食とか出せば5時からとか入らなきゃいけなくて、でパーティーとかあると10時とか11時まで働かなきゃいけない。なるほど。あ、だから結局その条件その金額でも文句言わない人たちが残ってるってことです。そう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 、だからもう私なんかで言うと社員で亡くなったら人生終わるみたいな恐怖感で迫られてたんで、もう無理してずっと10年近くかな、十、はいはい、何年か勤めてって、うん、でもどっかで限界来ちゃうんですよね。でも限界来て辞めてったと、辞めちゃったで、外から見た時にあ、外ってもっと楽にやってるんだ、うん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 、でも中にいる時って外の世界知らないですから、うんうんうん、そうするともうどんな条件でも頑張んなきゃいけない、うん、もうやらなきゃいけないっていう会社のためにみたいな、うんうんうん、いう形でやってるのが当たり前だったんですけど、うん、でもそれって考え方一つ変えるだけで全然違ってくるじゃんっていうのをやっぱ自分で、うん、もう考えなしに出てって、うん、でそこで体験して初めて自分で、うん、でもその辞めた当時はもう辞めるまではもう社員じゃなくなったらもう生きていけない、うん、死ぬしかないと思っていて、もう相当追い詰められて追い詰められて追い詰められて辞めて、そうそうそう、もう精神的にもう会社に殺されるか自分で死ぬかっていうところまで追い詰められたから辞めれたんですね。ああ、もう辞めざるを得ない。辞めざるを得ない状況になった。それで辞めてからまあいろいろ紆余曲折あって、そうそうそう、今、コンサル業の方を始められたっていうことなんですけど、そこにどうしてコンサルの仕事になったんですか？まあ、だから結局、はい、自分が体験してきたことなんですよ、うんうん、結局中にいる時の自分がね、うん、同じ環境下で分かる人たち、でもその人たちは中にいる時って絶対独立とか無理だと、うん、これ会社にいるしか道はないんだ、うん、でも今のこれからの世の中ってもう年金の問題とか社会保障の全ての問題がもう全部もう親の世代と違ってもう潰れちゃってますよね、うんうんうん、そうするともう何かしら手を打たないと今のままだと本当にレールがなくなってる状況だっていうのを分かってる来た時に、うん、でこのままじゃいけないな、いけないじゃん、うん、だけどみんなそこに目を向けようとしない、うんうんうん、それってなんでかなと思った時に、うん、結局絶対できないと思ってるから、うんうんうん、中にいるとね、会社とか組織の中にいると、うんうんうん、自分が外に出て、まず感じたのは、うん、あ、そんなことないんだな、うん、まあ、やめても生きていけるんだ、そう、生きていけるんだと、うん、道はいくらでもあるんだよっていうのをやっぱ体験した時に、やっぱ
それが自分で体験してきたからこそそれを伝えていきたい、うんうんうん、やっぱ人のためにってところになるんですけれども、なるほど。そのコンサルやるにあたってなんかそうそう、あのいろんなところに行って勉強をしたりとかでしたんですよね。うん、でそこがあって、まあ弁護したんですけれども、うんうん、勉強していく中でそこに突き当たって、うんうん、あ、これだったら自分やっていけるっていう、うんうん、なんか自分が体験して自分で作り上げてきたものですから、はい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 、それをコンサルの勉強をなさったっ、ね、そう、いや、まあ、マーケティングの勉強だったりとか、はいはい、いろいろな形で習っていく中で、はい、自分の中である程度作り上げてきたものですね、うんうんうん、でそこをやっぱ伝えることによってその人の人生を変えることができるんじゃないかと、うん、でそれが自分のやりたいことなんだって気がついた時にもう世の中の見方が全部変わっちゃったんですね、うんうんうん、すごい楽になったっていうか、うん、今までやらなきゃいけないでやってるとなかなか動けなかったりやれなかったりっていうところが、自分がこうしたいんだっていうものを見つけた時に、うん、そこを実現するために何をしなきゃいけないのかって考え方が180度変わって、なんかこう使命感みたいな、使命感もいや楽しいからやりたい、やりたいからやりたいの方が勝ってる、そう、やりたいからやれるんですよ、はい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 、はい、そこに気がついた時に前の自分、会社にいる時やらなきゃいけないからやってるところから、やりたいものを一緒に見つけていくとその人の人生って変わっていくな、自分と同じようにね、それが自分の使命であったり、自分のやりたいことと合致したので、はい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 、そこでコンタクトのをやっていこうということで、だから Facebook ライブやったりとか、はいはい、昔の自分だったら考えられないことも、結局ここの目標があるから、これをするためには必要だねっていうことが、もう考えなしにやれるようになって、うんうん、要するに動けなかった人が動けるようになって、うんうん、これは誰でもできることだねっていうことに気がついた時に、これを伝えていくことでその人の人生を変えていきたいなっていう、うん、なるほど。まだまだ先はね、うん、まだ先はね、まだまだあるよとは思うんですけど、うんうん、でも本当にこう願望がで動いてれば諦めないですよね、うんうん、人間って。やっぱそういうものをそれぞれ持ってるはずなんで、うんうん、そこを見つけていきたい、一緒に。宇津木さんのコンサル例えば申し込んだら、どういう感じで進んでいくんですかね。例えばあのなんて言うんだろ う、ターゲットってどんな感じなんですか。だからね、ターゲットっていうともう同世代で、はいはい、サラリーマンにやってるんだけど、結局将来に対して、うん、不安を持ってるのもそうなんだけど、はい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 、話違うじゃんって怒りを持ってる人、ああもう不満が溜まってもう怒りになってる。だって親の世代とか学校とかって、まあ親からとか学校とかって、あの今いい大学に入って、いい就職先に入れば将来安定だよねって、うん、あの安心して生きていく道っていうのはこれだよっていう教えをずっと受けてきたわけじゃないですか。でもそれを信じて50過ぎまで来て先が見えるようになったら、その先のレールがなくなっちゃってるわけですよ今。だって年金もダメ、あの金利もダメ、うん、要するに退職金ある程度もらっても金利がもうないってことは、要するにその電気を食い潰していかなきゃいけないわけです。で人生100までって言われる時代になって、とても足りないじゃん、うん、であの年金自体ももうほとんど期待できないっていう時になったら、普通にそのまま会社に働いて定年退職まで働いても、その先の30年とかっていう時代を生き抜いていけないっていうのが見えた時に、言われた通りやったらなんで、うん、俺も真面目にやってきたじゃん、ね、うん、真面目にやってればね、その先も一生安泰だと思ってたのが、まあ、親の世代はそうだったんだ、はい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 、で学校もそこから、はいはいはい、そういう教育をしてきましたもんね。そこに対しておかしいじゃんっていうやっぱ怒りを持ってる人たち、うん、だからこそじゃあ別の道っていうのはでもどうしたらいいかわからないっていう人たちにやっぱ寄り添っていく、うん、だからある意味上から目線ではなくて、うん、やっぱりその人を主役にして、うん、その人が何が求めて何がその人にとって必要なものなのかっていうのをやっぱ一緒に見つけていくんです、うん、で ここにね時間制限ってあっちゃいけないと思うんですよ。はい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 、はい、1時間、まあ、週1あの月1回1時間2時間とかっていう、うん、
もう効率を考えた形ではだってもうガチガチに固まってる人たちの、うん、ショボル要するに今までと全く違う生き方を見つけていかなきゃいけないわけなんで、うんうん、そこに対してはもう時間関係なしに、うん、例えば半年でも1年でもっていう形でずっとそこを時間も制限なしでやっぱそこを一緒に見つけていくっていう。でもここまで、ね、自分がねやっぱそこに時間をかけるってことは普通に感じないんで、これが自分のやっていける道なんだなって。他と違うところって差別化していくところ、なかなかないですよ。そこまでしてくれるところ具体的に言うと、まあ、最初は例えば、まあ、カウンセリングみたいなところから入るかもしれないし、それはね、その人によってってことですね。その人によってカスタマイズしていきながら、その人にとって一番いい道は何なのか、まずは話をよく聞いて、でその人の持ってる経歴とかいろんな、で今何に悩んでるのか、何を考えてるのか、何が自分の中でブロックになってるのかっていうのをよくそこを聞いていって、時間をかけてそこを解消していく。そこに時間を惜しまないで、もうマンツーマンでやっていく形を取ってくる。そうすると、例えば、まあ、カウンセリングが必要な人だったらカウンセリングしたりとか、まあ、まあ、コーチングしたりとかね、したりとか、まあ、ある程度そこ限定はありますけれども、まずコーチングをしていって、まあ、怒りを感じて何とかしたいと思ってる人たちであれば、本気でそこに取り組むわけじゃないですか。結局こちらがいくら手を伸ばしても、と本人がそこに価値を感じてない、変えたいと本気で思ってなければ、やっぱ自分自身で自分を変えていくしかないんで、基本的にはどんなか、コンセリングにしろ、コーチングにしろ、であるんであればそこに一緒になって寄り添って、一緒になって見つけていくっていう、だから信頼関係を築いていかなきゃいけないし、でそこのために時間制限っていうのは関係なしにやっていかないと、そこまで到達できない。なんかこう見つけて一緒にこう話をしてこう見つけてくれるっていうのはもちろんなんですけど、なんか具体的にこういうことができるようになるとか、こういうサービスがあるとか、こういうセッションをしますよとかっていうのがあると分かりやすいかなと思うんですけど、そうですね、まあ、だから本当に今そこを作ってる段階でもあるんだけれども、自分自身やっぱお金出していろんなマーケティングの最先端のものを学んできてますので、結局まずはだから自分自身の目標を見つけることが先です。目標を明確化して、目標を明確化して何をしていくのかっていうところ、その道筋を一緒に作れるっていうことですね。で作ったものをじゃあどう売っていくのかっていうのをマーケティング、マーケティングの知識、スキルを伝授してくれて、そこを形にしていける。だから会社を辞めるのか、それとも会社を続けながらやっていくのかっていろいろな選択肢はあると思うんです。でも、そこの部分に人に合わせた形でそこを作っていって、でそれが実際に売れるまでの道筋を築いていって独立してやっていける形。まあ、基本的には会社に勤めながら、じゃあそれがサイドビジネスとしてやっていきながらそこを広げていって、で最終的にそれでいけるんだったらもうそれとも言ってもいいし、ただやっぱり会社に勤めてる人は会社のためにっていうのにすごい縛られてるんです、でもその会社のためにっていうところをはその先が会社の面倒見てくれないわけですから、まずは自分のためにどうするのかっていうのをこれ変えるのが一番大変だと思う。そこに徹底的な時間をかけて、でそこが作り上げれれば、で目標が見つかれば、じゃあそこに対してどうしていくのかっていうの意外と簡単なんだと思う。ちょっと大変なのはそこのブロックで固まってる、ガチガチに固まってる自分の価値観だったりとか、常識に縛られてるところが解き放って、自分のためにじゃあどうしていくのかっていう、自分の将来を自分に取り戻す、そこがね、サラリーマンで50までやって、で教育を受けてる人たちってすごい固まっちゃってるんで、まず最初に言うと会社がこう許可が下りないからとか、まずこと、まあ、できない、理由ってくるんですけども、それは当たり前になってるんだけど、
そこちょっと待ってよって言った時に本当にそれで大丈夫なの、うん、本当にそれが自分の求めてるものなのっていう、でそれで生き残れる、もう最終的に生き抜けるかどうかって考えた時に会社のためにではもう生き残れない時代になってるよね。そこを本当のところで理解して、じゃあそのためにどう動くのかって、ここが変わるのが、私これ変えるのに3、4年ぐらいかかりましたね。なるほど。会社辞めてもね、はいはいはい、辞めざるを得なくなって会社辞めちゃって、うん、でもそこにどうしてもやっぱ縛られてる、まあ、常識とか、ね、そういう形でそれで苦労してきましたけど、それが変えるのが本当に大変だから、ここまずそこを第一に。なるほど。まあ、そういう考えをこう広めるためにも、こう Facebook ライブ、先ほどお話ししてくださったやつに取り組んだっていう感じ、ね、そ, そ, そうです、ね、Facebook ライブも取り組んで、うん、今今度あの沼津に2社で来たんで、はいはい、そこでちょっとあの企画して7月ぐらいに大きなイベントやろうっていうことで、うん、今人といろいろとやりながら、結局私自身の牽制っていうか、 この人大丈夫なんだっていうのをまず世の中に認めてもらう。なるほど。だからまあ自分のためではなくて、やっぱそこに参加してくれる人たちと、僕のエニシアって沼津市と提携してるんで、そことつなげていくことでやっぱ活性化していくことに実現できれば、それを自分自身の成果としてあの評価される。それがやっぱり自分の信頼につながっていって、そこからじゃあこの人だったら大丈夫だっていうものを今作っていくっていうのをいろんな形で試しながらあの行動してる段階ですね。ごめんね、沼津でちょっとセミナーやりたいんで、またああぜひぜひぜひ声かけるな協力してください。もう、ね、鈴木さんと週1回でセミナーやるの決まって、うん、もう沼津で、沼津のイニシアで。へえー、すごい。もうそこも予定組んで、告知もしたんですけれども、そういう形でこぞり広まってくればゲストとして呼んで、あのいろいろとプログラムを、とにかく行動して実績残していかないと、やっぱ先に繋がっていかないんで、やっぱそれを受けたことで良かったねっていう人を増やしていく。なるほど。でやっぱりエニシアの沼津のエニシアってまだまだできたばっかり、今日も行ってきたんですよ、プレオープンで、はい、でもまだ人がね、やっぱり沼津の地域性もあるんですけど、静岡みたいにドンとはいかないんで、やっぱそこのところにこうでイニシアを活性化させていくことが、やっぱそこに関わってきた人たちのプラスにもなってくるし、要は沼津市だってイニシアをで、ここで沼津を活性化させたくてイニシアを呼んだわけですから、そこの、すごいですね、市と提携してしたんです、ね、だからもう、それであるんだったらそこが読めてるんだったら、はいはいはい、そこに実際に関わっていくことによって、やっぱそこに関わった人たちと沼津市とをつなげる、だって一生懸命活躍して広めてくれてる人たちは、やっぱ市にとってもありがたい人なので、やっぱそこのありがとねをいかに作っていくことによって自分たちと接点をつなげていくっていうことをやっぱ地道にやってきながら、やっぱそこで活性化させていく道をちょっと引っ張る。なるほど。それはやっぱりそれぞれやっぱ目的を持っていかないといけないじゃないですか、はいはいはい、ただ、交流会やりました、成功しました、あ、よかったじゃなくて、その先を見据えた形での、やっぱり交流会であったりとか、そこに参加するであったりとか、そういうものを作っていくことによって、それぞれがやっぱ自分の目的に対してプラスにしていく、プラスにしていくことで次につながっていくことがやっぱり自分自身のバックで返ってくる形で、やっぱここを踏まえた形で、やっぱ先を見据えた形でどうしてこうかっていうのをやっぱやっていきたいな。なるほど、分かりました。あと、お時間がもう少々なんですけど、なんか告知とかそうですね、だから、はい、まあ、10… いつからその、ね、イベントとか、来週の木曜、あ、水曜日か。水曜日、はい。来週の17かな。18かな。はい、告知を打ってますけど、はい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 、はい。来週のね、水曜日。17ですね。17ですね。はいはいはい。
でそこで沼津年次社の方でセミナーやりますので、はいはいはい、どんなセミナーなんですか？まあマーケティングの基本的なところをお伝えしたのは、まあ、自分らしいビジネスの作り方っていう講座の名前で、ああいいですね、うん、でまあ基本的なビジネスの、うんうんうん、あのマーケティングの考え方とかを、うん、まあ毎回毎週1回ずつテーマを決めてそれを勉強していって、うん、なおかつそこに参加してした人たちと交流を深めていくことで、うん、それぞれのやっぱ自分のビジネスの協力者を、はいはいはい、得られるように、うん、やっぱ一人でやっていくとどうしても限界があるので、うん、やっぱ仲間が必要なんですよね、なんかやり遂げようと思ったら、うんはいはいはい、そこの仲間を作る場にもしていけるようにしていきたいなと思って、うん、まあいろいろとなるほど動いてます。はい、分かりました。ということで、今日のゲストは自分も人も満たされる人生というライフワークを考えている、宇津木聡さんでした。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。なんとか話せも終わりました。ありがとうございます。